魔界水軍の滝夜叉は高山右近に対し、久喜義隆を返すまでは黒魔術軍に協力はしないと言い残し、その場を去る。魔界衆の前に現れた楠木正成。正成はガラシはすでに冥界に落ちていると語る。里見八犬士の前に現れる真田重雄氏。真田重雄氏対里見八犬士の戦いは、真田重雄氏が劣勢となるが、魔界衆の赤八の加勢により戦場を離脱することに成功する。俵の藤太は名古屋三三郎を呼び出し戦いを挑むが、そこに末高房が現れ、俵の藤太対名古屋三三郎対末高房での戦いが始まる。さらに真田大輔と土方歳三も乱入し、激しい混戦となる。高房、藤太、土方が協力する形で黒魔術軍に勝利するが、浦戸が現れ、三三郎と大輔を救出し撤退していく。魔界少女剣は魔界水軍に攻め込まれ、絶体絶命となるが、そこに阿部の生命と楠木正成が現れ、魔界少女剣に加勢する。生命と正成は日の閻魔を覚醒させ、魔界水軍を倒し、日の閻魔の正体が日野の富子であることを見る。黒魔術軍の本陣に現れた魔界衆、さらに前田慶次、越智安成、鶴姫も現れ、黒魔術軍の高山右近は、冥界の使者であるディムール、島左近、道山を呼び出し、戦いが始まる。魔界軍対冥界軍の戦いが激化する中、右近は冥界からガラシャの子であるスキピオノを召喚する。スキピオノの圧倒的な力の前に魔界軍がなすすべなく全滅しかけた時、阿部の生命、楠木正成、滝夜叉が援軍に現れ、冥界軍を撤退させることに成功するのであった。